皆さんこんにちは、梅ライフです。今日はですね、皆さんにぜひ駅弁を紹介したいと思います。これを食べるために日本に来る価値もありってぐらい、駅弁はですねすごい日本でも有名なものの一つですね。2200種類の弁当が売っています。何が人気があるのかっていうのをチェックして1位のやつを作りたいと思います。牛のこの薄切り肉を使っていきます。それと相性のいいのが生姜です。もちろん生姜使っていきますよ。6枚ぐらいね使っていきます。すぐにひき肉の方の料理に入りたいと思います。薄切り肉が手に入らなかった場合はひき肉の方が実は火の通りも早いし、楽なのでおすすめしますね。じゃあこれも同じような調理法でやっていきます。
板の上に作ってあるので、この板のところから切って、で食べたいサイズにこうやって切っていきます。でも入れていきますね。これも入れていきます。ピクルスみたいな感じです。今回はこういう区切られてるやつを使います。完成しました。おお。これ駅弁と一緒？これを上にかけて食べると、はい、牛丼。一応しぐれなんです。じゃあちょっと出して。うん。ごちそう。ごちそうさ。手を合わせて。